ジョセフ・フックスは20世紀のアメリカ合衆国におけるバイオリニスト、音楽教師の重鎮。ビオラ奏者のリリアン・フックスは実前であり、チェリストのハリー・フックスは実定である。4歳の頃からバイオリンをはじめ、ニューヨーク音楽芸術研究所でフランツ・クナイゼルに指示。1918年に卒業し、1926年にクリーブランド管弦楽団のコンサートマスターに、 迎えられたが、1940年に辞任して、ソリストとしての活動を追求した。1943年にニューヨークデビューが成功理に終わってからは、室内楽の演奏団体、ザ・ミュージシャンズ・ギルドの設立者に名を連ね、1956年まで、その監督に当たった。ヨーロッパ各地や南米、ソ連、イスラエル、 日本で演奏活動を行い、1953年と1954年には、プラド音楽祭にも参加する傍ら、アメリカ国内では、ソリストとして、すべての重要なオーケストラと共演を重ねた。1960年に、フォード財団より助成金を得て、ウォルター・ピストンにバイオリン競争曲を移植し、同年ピッツバーグで、その初演を行った。他にも、 ニコライ・ロパトニコフや、ベン・ウィーバー、マリオ・ペラ・ガロのバイオリン競争曲のほか、フックスと妹リリアンに検定されたボフスラフ・マルティヌーのバイオリンとビオラのためのマドリガルの初演も行った。他に、アルトゥール・バルサムと共演して、レイフ・ボーオン・ウィリアムズのバイオリン・ソナタの改訂版の米国初演を実現させたほか、マルティヌーの二つのバイオリンとピアノのためのソナタの 米国初演を作曲者の没後に行っている。愛用の楽器は1722年製のストラディバリウス、カディスであった。演奏様式は力強く旧壮大であり、熟練の演奏技巧と豊かで暖かな音色が特徴的であった。1946年よりジュリアード音楽院のバイオリン科の教授に就任し、1971年には、 米国元楽器教師協会より表彰された。没年まで現役の音楽教師として活動を続けており、95歳までは演奏活動にも意欲的であったという。ありがとうございます。